ふわっと元気にコンタンソ、皆さんどうもダイヤです。今回はアップデートで強化されましたハピナス、こちらのねいろんな仕様や、実際使ってみた感想などそちらを解説していきたいと思います。どうぞよろしく。では早速、ハピナスの強化内容について、ハピナスの強化内容は特防の強化と、ざっくり神秘の守りの技の仕様変更になっております。まず神秘の守りの技の仕様変更に関しまして、前の文がこちらで今の文がこちらといった形なんですけど、ざっくり言うと、前の神秘の守りはアップグレード後に、シールド効果を付与できたんですが、今の神秘の守りはレベル4の取得した段階で味方にシールド効果を付与することができます。でもっと言うと、前はハピナス自身はシールド効果がなくて、要は対象のポケモンに対して妨害無効とシールド効果を付与していたんですが、今はハピナスと対象のポケモンに対して、要は2匹のポケモンにシールド効果と妨害無効を付与することができるようになりました。でさらにさらにクールタイムがなんと11秒から8秒、いや俺9秒かなって思ってたんで、ちょっと思った以上に短くなって、これはね正直強いと思ってます。はい。でとここ気になるところだと思うんですけど、シールド効果が続いている間指定した味方のポケモンもハピナス自身も妨害されなくなる、シールド効果が続いている間といったところなんですけど、これちょっと検証してみまして、もう書いてある通りでシールド効果が適用されている時間で、神秘の守りの効果時間の3秒、はい、妨害無効がつくので、神秘の守りを発動してシールドが一瞬で削られてしまった場合は妨害無効もなくなります。はい。なので殴られている最中に神秘の守りを発動して妨害無効で逃げるっていうのは、ちょっと場合によってできない形になりますね。そもそもでも神秘の守りの効果時間が3秒なんで、あんまり言うほど気にならないかな、その妨害無効がなくなっていることに関しては。はい。発動自体どっちかっていうと妨害無効目的っていうよりは、どっちかっていうとシールド付与が目的としてちょっと使ってる感じがあるので、あんまり気にならないかなっていうのが僕の感想でした。ちなみになんですけれども、シールド効果が続いてる間といった形なので、例えばお助けバリアなどでシールドがさらに付与されている状態で神秘の守りを使うと、そのシールド全部分が削られないと妨害無効はなくならないので、3秒間の間妨害無効がくっつくって形になりますね。ここの妨害無効に関しては言うほど多分注目する部分ではなくて、やっぱり神秘の守りを使って状態異常を回復して3秒間の間シールドプラス妨害無効をつけられるって形なんで、その間殴られてたとしても割かし逃げられたりしますね。僕が使ってみた感想としては。正直今の環境だったら、特にカメックスが強くてカメックスのフォローとしてハピナスが採用される環境であるので、ぶっちゃけ前は卵海をバンバン使ってたんですけど、今だったら神秘の守りでいいんじゃないかなって思います。一応理由としてはやっぱりカメックスおよび他のポケモンもそうなんですけど、やっぱ特に歌うですね、今ってプクリン環境なんで、その歌うとかを食らってしまって眠ってるポケモンに対して神秘の守りで歌うを回復、さらにシールド、そして妨害無効っていう形でそのポケモンを動かすことができるようになるんで、この今プクリンがほとんどの場合は採用されているこの環境では神秘の守りはかなり刺さるかなと、特に環境に適したポケモンかなっていう風に僕の中では感じています。続いて、プクリンの特防について、こちらともう数値としては2倍です。はい、倍になりました。一応比較はこちらに載せてると思うんですけれども、特防が上がるとどういう風なことが起きるのかっていうのを軽く説明しておくと、あんまり知らない人もいると思うんでね、ポケモンによって攻撃と特攻どっちのステータスで攻撃しているのかっていうのが基本的に違ってるんですけど、まず通常攻撃は基本全部攻撃ステータスです。はい。どのポケモンも通常攻撃は攻撃ステータスを参照していて、強化攻撃は例えばアローラキューコンだったら特攻、リザードンだったら通常攻撃、リザードン強化攻撃ないけどてかここら辺のやつらみんな特攻だな。カビゴンとかかな。カビゴンも通常攻撃も強化攻撃も攻撃ステータスです。はい。といった形および技ですね。技の攻撃、分かりやすく言えばサーナイトかな。サーナイトは強化攻撃と技、サイコキネシスだったり、サイコショックだったり、そういった技のダメージおよび強化攻撃が
特攻のステータスを参照して攻撃するんですね。なので特防が2倍になって何が起きるかってもシンプルな話、技のダメージが通りにくくなる。はい、正直ちょっと計算式が分かんないんで、2倍になったから2分の1じゃんっていう風には多分ならないんですけど、体感的には多分 20-30% ぐらいは技のダメージ減ったかなっていう風に感じます。ただ、分かりやすいところで言えば月光が特に環境に多いね。月光がは、技のダメージおよび通常攻撃も全部物理、いわゆる攻撃のステータスを参照しているので、月光がのダメージが減ってるわけではないです。ルカリオの攻撃が減ってるわけではない。ただ今環境に適し、もう本当に環境に多すぎるカメックス、こいつは特攻キャラクターなんで、カメックスや環境に多い、アローラ・キューコンかな、あとウッウもそうだね、アローラ・キューコン、ウッウ、あとまれに不思議花、そしてカメックスに対してはハピナスは強く出れるようになりました。はい、正直僕ちょっと何試合か使ってみたんですけど、今ハピナス注目されてるのもあってかなり選べなかったんですが、仲間にもハピナス、敵にもハピナス必ずいる状態だったんですね。で自分でも、正直 2,3 試合だったんですけど、2試合かな、2試合しか使えてないんですけど、はい、少なくともハピナス前に比べて明らかに耐久増えたなっていう風に感じます。そして特に神秘の守り、これ強いぞ、マジで強い。やっぱハピナスといえば手助けなんで、手助けが本当に強いってなるんですけど、神秘の守りでシールド付与できるのマジででかいわ。前は卵海で回復、瞬間的な卵海の方が回復量は高いんだと思うんだけど、やっぱり神秘の守りでのその状態上回復、パッと回復して味方を動ける状態にした上で、やっぱ妨害無効もつくので、これは本当にでかいなって思います。一応神秘の守りのシールドに関してはだいたい HP の 20% ぐらい、それぐらいが目安みたいですね。でアップグレード後は多分 25% ぐらいかな、 30% はないと思います。はい、それぐらいの、付与効果となっております。正直ハピナスかなり強くなったと思います。これはね、採用率増えると思うよ。正直どうしても今カメックスがもうひたすらベイブレードし続ける環境であるんで、そのベイブレードカメックスを強化できるポケモンが私らが採用されてたんですけど、そこの私らがの枠が今ハピナスになって、ガン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 ベイブレードカメックスが、手助けベイブレードカメックスが神秘の守りもついでにゲットした状態で飛び込んでくるようになってきたのかな。少なくとも俺はそうしてたし、敵も味方もそうしてました。正直ハピナスめちゃめちゃ強くなったと思います。全然ソロでも使える。仮にもしソロでハピナスを使うのであれば、とりあえずカメックスにくっついてけ。はい、では次回のご視聴もよろしくお願いします。バイバイ。